力強い友人の瞑想この実践では、思いやりの力を体現する、力強い友人のイメージを作り出すことを手助けします。あなたが自分を守らなければならないときには、いつでもこの友人を思い浮かべてください。 まず、座るか横になるかして、楽な姿勢を見つけましょう。そっと目を閉じます。何度か深呼吸をして、体を落ち着かせましょう。 自分が安全で快適な場所にいるのを想像しましょう。暖炉のある居心地の良い部屋太陽の日差しが暖かく涼しい風が吹く穏やかなビーチ森の中あるいは雲の上などの非現実的な場所を想像しても構いません。 穏やかさと安全を感じられる場所なら、どこでも大丈夫です。その場所にとどまり、心地よさを味わってください。 あなたは間もなく誰かの訪問を受けることになります。その人は強く勇敢で、同時に優しさと愛も兼ね備えた存在。とても頼れる友人です。この友人は思いやりを体現しています。 こここでどんなイメージが浮かか。びますかこの友人はあなたを守ってくれた先生やおじいちゃんやおばあちゃんなどあなたが過去に知っていた誰かを連想させるかもしれません。 あるいは戦いの女神やジャガーのような動物など完全な空想の産物かもしれませんこの存在は特定の形を持っておらず存在感や光を放っているだけという場合もあります。 イメージを膨らまませてみましょう。あなたは安全な場所から出てこの頼れる友人に会うか友人を招き入れるか。 どちらかを選択できます。自分にしっくりくる状況で、この友人と過ごしているところを想像してください。その人と一緒にいると、どんなふうに感じられるかを経験してみましょう。 相手の勇気や力強さ、そしてあなた自身が愛され守られているという感覚を味わいますこの瞬間を経験する以外にあなたがすべきことは何もありませんこの友人は H にあふれ 物事をクリアに見ていて、あなたの人生で今起きていることを正確に理解しています。あなたがどの場面で毅然とした態度を取るべきなのか、どの場面で自分のために立ち上がるべきなのか、 どの場面で境界線を引くべきなのかを分かっています。友人はあなたに何かを伝えようとしています。それは、あなたが自分を守れるように、今まさに聞いておくべきことかもしれません。 時間をとって、この賢い友人が言おうとしていることに注意深く耳を傾けてください。 また、友人はあなたに贈り物をしたいと思っています。それは、思いやりの力を象徴する何かです。あなたが手を差し出せば、この贈り物が姿を表すかもしれません。 もし言葉や贈り物が与えられなくてもそれでも大丈夫です力強さと愛され守られているという感覚をただ味わい続けてくださいそれだけで十分です もう少しの間、この友人の存在を感じましょうこの力強い友人は実はあなたの一部ですあなたが経験している 感情やイメージや言葉は、どれもあなた自身の強く優しい心から湧き出たものなのです。最後に準備ができたら、心の目を使って、そのイメージを少しずつ手放していきます。 この思いやりの力は、常にあなたの中に存在していることを忘れないでください。あなたはいつでも好きな時に、この力強い友人とつながることができます。